ここで会ったが100年目。この顔を忘れたとは言わせないよ。駿河の国でお前さんに斬られた呉服屋伊右衛門とはあたいのお父っつぁんのことさ。まさかあの時の小娘。敵討ちだけを望んで歩んだ旅ガラス、かねて備えた懐刀を幾たび夢の中で抜いたことか。積年の恨み、今こそ晴らさん。諸子材な、手ごめにしてやれ。うわ、こんなごときに俺が切れると思っているのか。昨今江戸を騒がす辻斬り銀次の正体は何を隠そう、この俺よ。バカな男だね。辻斬り銀次はあたいなのさ。見ててくれたかい、おとっつ。よっ、あらよしたろ、日本一。マスミ、紙吹雪は切り終わったのかい？いえ、まだ。何ちんたらしてんだ。明日の朝には大阪に出発だよ。ちょっと人気が出ただけでもう看板気取りかい。これっぽっちの金で勘違いも大概にしな。意地がるんじゃないよ、ガキのくせに。なんだいその目つき。それが母親に対する態度かい？今度は化粧じゃ隠せないくらい深くえぐってやろうか。よさないか、陽子。あんたに指図される筋合いはないよ。誰が興行を取ってきてると思ってんだい。ドラちゃん、今夜元町行かない？いいのかい？我慢もんか。大丈夫か？マスミ、
紙吹雪は心配するな。明日トラックの中で父さんが切っといてやる。父さんな、芝居は三流だが紙吹雪を切らせたら一流って昔から評判さ。だから今夜は繰り出すぞ、横浜中華街。どうだ？うん。そうだ、マスミ。横浜の学校の友達にはちゃんとお別れ言ったのか？友達なんていないよ。いつも1ヶ月で転校だからね。仲良くなるだけ無駄だよ。寂しいこと言うな。父さんの子供の頃は学校なんて行かせてもらえなかったんだぞ。よし、今日は奮発するか。見ろ、中華料理の王様、北京ダックだ。天日に干したアヒルを丸ごと釜で焼くんだ。表面の皮がパリパリで、そりゃ絶品らしい。でも絶対に高いよ、中華料理の王様なんて。いいんだよ、今日は特別な日だろ。おいおい、マスミ、メインディッシュ前に食いすぎなんじゃないか？こいつらは前座だ。看板役者がまだ来てないだろう。分かってるよ。北京ダックが来る前に便所に行ってくれ。
ソープ生まれのチンカスなんかにな。それに、それにせ、ああ、ああ、いい、なめて、覚悟しとけよ。さて、どうしたもんかね。一番だ兄貴、大丈夫っすか。おう、ミツ、これ見てみろ。うひょ、結構えぐい額稼いでたんすね、こいつ。こいつ、昔から悪い知恵だけはたけてんだ。でもやりましたね、今日のしのぎのノルマ。一発で達成じゃないですか。何言ってんだ。これは高校生に返してやれ。え、せっかく取った金を。そうだよ、わざわざ
こいつに騙されたガキを全員見つけて。そうだっつってんだろ。おれ。わかりました。の、そうだミツ。ここどうなってる？メリケンサックで不意打ち食らっちまってな。ああ、単行部できちゃってますな。ちげえ、紙だよ紙。パンチ当て直したばっかなんだよ。せっかくいい形にできたのによ。そんなこと言ってる場合ですか、兄貴。あ、こっちの方も整えて別で触るんです。すいません。顔面にも何発か食らっち一度落ちよあプロレ確かなゆお喧嘩になると頭の中で自然に回っちまうんだよドラクエのせいだまたドラクエすかありかよいいだろうそっち沢城の頭今の話聞いたらまたド切り取りとほらそれもお何年まそガスが一荒川の人生のやれやれあじゃあなよしいや竹雄のおっちゃんおかげさまで一に見せ道をママがそれはママが何か決まっていくわは何がしうるさい私なんだけどまったくよボロボロなんだろおい竹雄今さら何言ってんだそれよりよ桃源郷でトラブルみたいだ桃源郷詳しくは分からんが客と分かったっ
いらっしゃいませ。ごちそうさん。ありがとうございました。どうした？店の便所が詰まっちまってよ。トイレのうんこ吸い出すゴムのカップだよ。あら、ふざけんな。ヤクザなんだよその言い方は。お前この時の小学5年うるせえ。あ、ええ。ふん。おい。あ。ふん。邪魔すんじゃねえよ。手加減しねえぜ。よし、行くぞ。当たってこいよ。とっておきだ。一発やりてー。見せてやるよ。なんだよ。行くぜ。あ、なんだよ。これで。俺の番だな。とっておきだ。ありがとうございます。はい。トイレのスッポン。まあ
そんなもんお前が勝つ。普通お前くらいの年になれば実家に。そんな金あるわけねえだろう。いっそ荒川組なんて三次団体抜き下っ端でも今よりかい。バカ野郎、俺は荒川の荒川何。それに子守じゃない。だからって外出の荒川もガキのこと。バーバー、お疲れさ。ああ水。はい。そいつばっか。キリと相手は闇金から50万借りたっきり1円。しかもヤクザが踊り、他の組が手を焼いていた債権をうちが買い取ったんです。よし、お前手荒な手段使っててますって言われて。で今の時間なら第三校先に行って様子見てますんで。わかった。兄貴、借金男は、はい、あいつが平ちょっと、ま、か他の組痛い目返せねえもんは返す。相変わらず誰だてめえ。ガキの頃よくあんたガキ相手に本気のパワーボム決めるから。お前ソープの一番か。そっちこそ自衛隊行って夢破れて出戻りか。てめえそうも言ってら、どんな手使ってでも財布とつうわけで返す金は。頼む、あんたを相手に手荒な真似は。大人になってまでパワーボム。ちげえよ。そんなにこれが欲しけりゃ。よっしゃお前は。えごちゃごちゃ言って。頭かち割るぞ。やってやるで。どうした？とっておきだ！見せてやるよ！してみろ！俺の番だな！とっておきだ！見せてやるよ！こいつで問題ねえぜ！行くぞ！おりゃ！よし！行くぞ！強くなった気がするぜ。だが勝ったのそれだけは。なんだよ、ちゃんと金持ってんじゃん。お前何や。何って。余計なもんって。これ金。グレートさんよ。約束。よし、ちょっと行くぞ。どういうつもりっすか。平塚は踏み倒したりしねえよ。なんでそんな。大晦日にまで突貫工事の現場に出てるやつが、あいつの吸ってたタバコはよく見りゃしけも。そこらに落ちてたやつ。ひとはいえ財布にちゃんと金。明日は生姜。母ちゃんに少しでもいいもん食わせてやりたいと思って銀行から下ろしといた。だからって返済を延滞し。昭和通りを通ったとこに。え、あの店が平塚の事。1年くらい前におふくろさん体。この前見舞いに行ったらすごく痩せて、でも嬉しそうにしてたぜ。じゃあおふくろさんの入院費と。でもこのまま帰ったら。え、問題ねえって。頭財布ぐらい。はあ、頭からだ。マジっす。遅えぞ。オールは2階以内に出ろって。すみません。お前ひょっと。はい、ちょうど今日のおしのぎが。すみません。もうわかん。すみません。あんたが行け。わかってると思うが、わかり申し上げる。
若の付き添いで。やべえ、ミツ、これ持って先。ちょっと、こんなの俺から。付き添い終わったら連絡ください。いや、荒川雅人さんは本日はまだお見えになっておりませんが。そうっすか。すいませんでした、若。白木が立て込んでて。場所をわきまえろ。今日が何の日か。まさか手ぶらじゃないだろうな。一応買ってきたんですね。時間もな。まあいい。それより一、親父に喋って、何か聞かれたらデパートに買い物に行ったと話しとけ。はい。あのジジイ心配。知ったよ。大丈夫ですか、若。大丈夫だ。もうすぐ着きますんで。いや、まだ行くな。そこに入る。え？あ、はい。
いらっしゃいませ。こんばんは。ま、ねえ、体良くなったの？おい、夢の…はい、なるべく…なるべくだ。先ほど別のお席に着いたばかりでして、それに今日はお誕生…ちょっと！わかる。そこ、話しつけてきます。おう、はい。ん？いや。はあ。うん。おう。ごめんね、こんなに混んじゃって。謝る必要なんてないさ。逆に客がスカスカだったら僕が気を使ってしまうだろ。なんだ君は。なあ、まあなんつうか、そのそちらの女性をお迎えに。ふん。ちょっといっちゃん、お店が決めた順番を守るべきでは。まあ固いこと言わないでくださいよ。今回はひとまずこっちが先ってことで。悪いね。何しやがる。お前話なんだとこれ。なすんません、お騒がせしました。悪気。ああ、店が水商売で客を全員同じに扱う、使う金が桁違いの客もいるだろ。ほう。そなるほど。ご理解どうも。メニューから遠慮なくお好きな酒を得。お酒なら。おう、ひょっとして下戸とか。結構です。それじゃあ俺の結構です。立場上何が立ち名刺も交換別に法を犯してはいません。さあ、乾杯。あ、夢野さん、おめでとう。こんな高いお酒飲めて。おいおい、礼を言う相手が。そうよ、ま、この子わと、あ、で、な、はい、お、な、早くしろ。すいません。なに？だから、しかも、わからん女。でも、店で一番
番高いやつ買ったんです。なんだよ。だってそれ私こら、うん、一番どころかビリッケス。まさすがは俺の女だ。マンション一個くらいだと言っても ありがとう。いいんだって。ゆめのさん、フロントまで。おい、イチ、また繰り返す気か。ごめんね。気にすんな。じゃあ飲み直すか。話し合いで夢の、まあ、飲みすぎか。帰るよ。ああそうか。でもお前のためにたっぷり使ってくる。冗談じゃないわよ。飲み方もおかず。さっきだってとんでもないものプレゼントしてきて、今度は怖い。そんなものもらってそんなことしたら何す。何が怖い。脅迫か暴行か。じゃあ明日売っちゃおっと。しかしああいう金で。そうなのよね。じゃあせいぜい負け。私は済んだのか。俺は帰るからそれで払っとけ。余ったらケツ拭く時にでも使え。バカの付き添い終わりましたか。なあ、劇場前広場で。分かった。
じゃ。この財布を許さない。お加減しねえぞ。
例の恨み病やは。今日兄貴がきちっと締めました。あれだけやられりゃもう勝手な商売はしないし。で、そいつからいくら取れたんだ。それはビデオ屋から取り上げた金は高校生に返しました。裏ビデオで売っても偽物だったで。そうか。なら聞いてるのか。はい、そっちはバッチリっす。頭の命令通り財布を取り上げてきました。利息分も含めて全部が入ってます。珍しく上出来じゃねえか。なんて言うわけねえだろ。このビルは若が使ってる銀行のもんだ。おい、イチ、若とどこに行ってた。買い物っすよ。それはワクワクいただいたんすよ。いただいただろ。てめえが攻めたんじゃねえのか。しのぎ上げられねえからって攻めることしんじゃねえよ。そんなことしねえっすよ。俺だってそんくらいのプライドはあります。君に金も納めねえで何が。なんだそれ。痛くもかゆくもねえってか。それじゃあ火事めにならねえ。てめえもヤクザの端くれなら火事めの付け方くらい知ってんだろ。おい、道具持ってこい。どうした、ヤクザのついにやり方知らねえのか。なら教えてやるよ。うまいこと関節に入りゃすっとじる。そんなことは稀だがね。イチ、ちょっと辛がせず。はい。助かりました、おやさん。もう少しうまくやれねえのか。ジョートは。頭は俺が嫌いでしょうがないんすよ。俺はしのぎのからかしですから。ジョーの気持ちも少しは分かってやれ。組の金庫番としてそれなりに苦労してんだ。それは頭の言う人情ってのは、俺の場合は金よりももっと義理人情っつうか。人それぞれ考え方は違っていいのさ。パーティーお前現実必ずお前苦労して、そうやって組織ってのはまあ王様か。そういや、今日はまあ、すまねえな。家のことまでお前、それじゃよかった。組じゃ王様だ。さて、じゃあ。
ああ、どいつもこいつもイチャイチャしてますね。お前、女の方どうなんだ？いません。俺は女にはからっきしで。そりゃおやっさんはモテたでしょうけど。てめえ石、何舐めた口聞いてやがる。いや、かっこいい。今までに一人だけだ。わざと。ああ、まだお前に詳しく話したことあった。24年前のちょうど今日、大晦日だった。俺は氷川興産という組の下っ端で、そこの組長から、娘をもらってくれないか。慌てんな。組長のお嬢の方は適当に返事はぐらかしてりゃそのうち立ち切れになると高く食ってた。だから赤っ金が怒鳴りゃ大状況は赤根がガダガダ。赤根と子供のでようやく俺には決めた女がいる。ただじゃすまなかった。さんざん袋叩きにされて年を越した頃にはあんまり欲しい。それだけで済みよかったんだな。組長は茜と。そんな、ああ、あそこの組じゃ殺した人間組長のメンツ潰した俺らも、そっからは俺は向こうも俺を半殺しにしたしと思って油断してたんだろう。その時茜は俺は電話をかけてすぐにその場を離れ、首の者が病院に出所して町を出ようと。出所だな。連中に捕まってしまったのだけ。
最初は病気から大沢の情報を授かったことだ。今夜は中華の大沢の激難弾。我慢の流れは今もレベルだ。ここのは、パリパリパリメールの中の構成でやってやるってこと。さあ、中華の。うっ、絶対に。